はい、今回は誰の個人 PV を見ますか。今回は3期生の中でもやっぱりこれ引き目とかマジでなしで一番可愛かった個人 PV やっていこうと思います。こんにちは、ゴジです。今回なんですけど、今回はセガ坂46 3期生の個人 PV 深掘り動画企画ということで、今回は谷口愛理やっていこうかなと思います。はい、でここまでの流れと一緒でね、はい、まずは予告編チラッと見て、でその後に本編について触れていこうかなと思います。はい、はい、ということで谷口愛理私にバイバイですね。はい、はい、見ていきましょう。再生します。かっこよっ。ちゃかちゃーん。かわいい。何もしません。イエーイ。何もしません。最高。うわ、最高にかわいい。うわー、うわ、やばい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 。蹴られたいし、睨まれたいね。ベースやばすぎ。あ、ドラムやばすぎ。ピアノやばすぎ。いや、マジでさ。ギターやばすぎ。すごいよ。マジでかっこいいよな、これ。いや、ちょっと普通にやばい。ちょっと何してんのって感じ。このグループマジで気持ちいい。ほぼ髪型どうすか。髪型いや、可愛いっすよ。もちろん言うまでもなく言うまでもない。うん、可愛い。やばい。可愛い。すごい。東京事変みたい。モップに見えない。本当に東京事変みたいなんだよ。すごい可愛い。すごいすごいすごい。うわ、いやー。いや、ライブやってくれよマジでこれ。本当に、確かにぶち壊れる。バンドメンバーもこのメンバー呼んでね。やばいよ、やばすぎ、絶対無理だと思う。やばすぎ。普通に歌うのもやばいよ。うえぇ、ルル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 ル。やばい、ベース持って終わるんかい。別にマジバイバーイ。やば、素晴らしい、素晴らしすぎる。ここも素晴らしいね。ここも素晴らしい。いや、はい、ということで、はい、谷口愛理、私にバイバイ、見ていったんですけれども、はい、そうですね、これはもう一言で言うと、もう最初から最後に神ですね。久々に聞いた。神、ね、なるほどね。神ですよ、これ。なるほど、宗教画みたいなことじゃ。そういうことか。神だよね、普通にね。すごくないですか。全てに対してさ、全方向のバロメーター振ってるよね。いや、すごい、うん、歌も出してさ、うん、でもちゃんと、なんていうの、なんかアイドル風の要素が、うん、がっつりメガネ谷口っていう新要素もね、確かに出てくるんで。なるほどね、はい、確かにそうだ、言われてみればそうだ。まあ、メガネ谷口もそうだし、ああいう攻撃的谷口、確かにオフェンス谷口。確かにオフェンスだわ。オフェンス谷口も意外となかったですもんね、そんな。いや、そうなんですよね。確かにあんな感じないね。あとエレキ谷口。エレクトリックギター谷口も。なるほどね。それこそあれですよね、あのなんかレザージャケットとかに関しては、うん、あのお披露目かなんかの時に着てたじゃないですか、うん、あファッション、はい、あそこのなんかおもてなし会の時、おもてなしだ、おもてなし会の時にさ、うん、初日かな着てたよね。そう、だからその時のさ、なんかちょっとあれが名残というかがあって、うん、それも良かったですね。似合ってるよね、やっぱ。とてもいいですよ、似合ってる。こうゆで卵もね、ちゃんと拾って。いや、そう、まあ、てかディレクターがドキュメンタリーの監督の人らしいんで、まあ、確かにその背景は、ね、まあ、お気に入りでしょうしね、あのシーンは、うん、確かにゆで卵もね、まあ、あとはね、まあ、音楽も素晴らしくて、うん、まあ、自分的にはもう青春時代を捧げたバンドメンバー、特に一番触れたいのはドラムス、うん、ビートサトシ、はい、もう俺はもう何度もライブで見たことあります。あ、そうなんだ。それぐらい熱いというか硬いビートで。そうですよね、激アツメンバーなんですよね。そうです、界隈の。いや、界隈の、いや、曲だってやばいもん。普通にすごいあんなベースあります。普通に確かにね、個人 PV グイグイ系4本6弦ベース持ってきましたね。確かに、うん、すごいよな、マジっていう。それに負けじと劣らず素晴らしい谷口愛理のボーカル、うん、パフォーマンス。だけどこの YouTube では途中までしか見れない。見れない。カミングスーンだから。カミングスーン。でも
真面目な話すると、うん、これって結構あれですよ、二面性的な話じゃないですか、うん、岩見優作大好きな、はい、だからちゃんと結構序盤ちゃんとドラマしてて、うん、最初はこうライティングが当たって顔にみたいな、でカメラこっちから切り返して影面映った時に でも私の本当は知らないでしょみたいな話がなったりとか、はい、結構ちゃんとやってるっていう、ちゃんとやってんだな、ちゃんとやってる、気づかなかった、かわいすぎて確かにあるあるだね、あるある、かわいすぎて何が起きてるか理解できないかわいすぎてね、すごいですよこれ本当に、確かにそのどっちにも言ってんのがすごい、うん、ちゃんとさこう推しの人にもさかわいいって刺されてさ、確かに普通にかっこよくねみたいな、うん、いやトラックが本当に良くてね、それこそさっきのなんか東京事変っぽいとかさ、うん、ゲスキワっぽさとかさ、あ、はい、そういう曲の作りでさ、サビの感じもなんか思ってたんと違う方向で行く感じがすごい良くてさ、普通に曲としていいよね、本当にやってほしいな、ライブで普通にあれなんだけど CD 側に入れてほしかった、いやそうね、でここまでのさ個人 PV の楽曲全部入れてほしいんだよね、入れてほしいよね、うん、それだけでちょっとミニアルバム出してほしいぐらい、そう普段聴きたいけどさ、うん、ブルーレイだからさ、いやそうこういうのって被んないようにしてんのかな、楽曲ってなんかディレクターとかでめっちゃ方向性全然違うじゃないですか、確かに、まあ、プロデューサーがいるから調整はしてんだろうけど、すごいですよね、これをあこっち方向あったかみたいな、確かに、これロケ地一緒なんですかね、リカちゃんとかあのこんなぎとか、あそうですけど、同時進行で同じ人がやるんですかね、予算のこと考えたらでも確かにそれもありそうですけど、ちゃんとごめんなさい見てないんですが、教室の作り的にはちょっと違うそうだよね、いや一緒か、一緒だと思う、こっち側窓側に物置みたいなのがあって、うん、同じかもしれない、あれが何、ああいうすべていろんなものこんなぎとかが撮影してたのがあった時があったってことですよね、確かにっていうこと伝わりますかね、個人 PV 一気に撮られてた空間がこの世界にあったってことですよ、確かに多分とばりかかってた、急に誰も気づかなかった、なるほどね、外からね、下界からでもバチバチ、確かに何が起きてたか分かんないのすごいよな、確かに領域張ってたのかな、ベースのあの音もめっちゃ耳澄ますと谷口愛理の PV 聴いてるときに遠くの方からダメー入っちゃってんじゃん音、ダメやばすぎ、まさか領域に干渉してきてる、やばすぎ、こんなにのダメーがやばすぎるな、それだから個人的にね、この個人 PV 本編の方で一番好きなのはおまけ、うん、おまけ神じゃないですか、ね、おまけとかメイキングとかもさ入ってるメンバー正直いるんですけど、そうだね、谷口愛理ちゃんの場合そのおまけがめっちゃショートなんですよね、その多分3テイクぐらいの NG シーンなんですけど、うん、フルで全方向に可愛い、あれすごい、わかるわかる、やばくないですかあれ、あのキック机キックでちょっとダメだったって顔の後にもっとダメだったって顔の後になんかあの海賊飛んでおっって顔、すごくないですか表情豊かすぎだろ個人的感想めっちゃ確かにね、そうだね、なんかちゃんとバランスすごいよね、うん、いやすごいあれ、おまけだけでもいいの、確かにおまけ集ね、もっと多分テイクさ、うん、ミステイクがどれだけあったか知らないけどさ、なんかもっと雑に詰め込んでもらっていいからさ、なんかもう全編見たいですね、そうダメだったと思う今回は谷口愛理さんの個人 PV を見させていただきました、はい、でも本当ね、僕はもう推しってのもありますけど、はい、もう終始良かったっていう感じなんで、うん、もうあとは皆さん好きなこと喋ってください言い切ったそういうタイプじゃないけど、そういうタイプのオタクが聞きたいよ止められてるところ聞きたいタイプ自分で言いたいタイプじゃなくてでもやっぱいいっすね、いいわって思いました、うん、普通に純粋にだってさ歌うまいのとかやっぱおもてなし会とかも含めてギターも弾けるしさ、うん、知ってたけどやっぱこういう方向で来るとさ、うん、やっぱみたいな、確かに、ね、再認識する、なんかメガネかけてこっち向いてくるとき顔綺麗すぎてなんか卵みたいですね卵やんて、ゆで卵ってことか、卵より卵だった、綺麗すぎて卵より卵でも本当そのさっきメイキングの話も出ましたけど、そのメイキングで失敗した後の表情とかも含めてやっぱりカメラ慣れすごいしてるなっていう印象がありましたね、だからなんかねぜひねそのメイキングを見てほしい、まあ、ここには入ってないですけど、確かに極編にはどこで見れるんですかね確かに、どこで見れるんだこれ、どこで見れるの、見たい、どこですかね、おこちら、はい、
桜坂46、承認欲求、はい、タイプ C です。タイプ C、 タイプ C、 タイプ C 鬼でしょ。タイプ C 鬼、はい、さっきからの映像全部タイプ C。 すごいね、それは。全部たまたまタイプ C の話しかしなかったよ。そう、たまたますごいな。俺たちタイプ C の話しかしないから。もう一本撮るし、なんだろうね。そう、はい、こちらでね、見られるので、ね、そのおまけのところだけでもね、見る価値があります、はい、あります。それが良かった。皆さんのね、私にバイバイのね、感想とかもぜひシェアいただけたらなと思います、はい、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次まで会いましょう。